ディズニーですね。ディズニーのいつか王子様が、白雪姫というアニメのね映画の中の「いつか王子様が」という曲なんですけれども、これは、日本では小鳩くるみさんという童謡歌手の方が歌ってましたね。今はなんか大学教授とかになったとかで、児童文学者になられて、はい、小鳩くるみさんがね歌ってました。とても可愛い曲です。の感じのね曲が入って、とても楽しく聴いていただけたんじゃないかなと思います。